丘の峰の林に現れまし、しみ母の御手に揺らぎかかれるロザリー。地涙の谷に歩みも惑う世の諸人に差し伸べたも救いの御手に記憶輝くロザリオの玉大告げの恵み仕事のせめぐよみがえります主の御栄えよ心の内ロザリオの玉父と子と聖霊の皆によってアーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に、またあなたと共に、皆さん聖なる祭儀を行う前に私たちの罪を認め許しを願いますよ。全能の神と兄弟姉妹の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによってたびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りますよ。恵み豊かな父よ、慈しみを私たちの心に注いでください。御言葉が人となられたことを信仰によってした私たちが聖母の祈りに支えられ、御子の苦しみと死を通して復活の栄光に預かることができますように。聖霊による一のうちにあなたと共に神であり、いよいよ常に生き納められる御子、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。第一朗読、バルクの予言。勇気を出せ、私の民。イスラエルを思い起こさせる者よ。お前たちが異国の民に売られたのは滅ぼされるためではない。敵に渡されたのは
神を怒らせたためだ。それは神にではなく悪霊に生贄を捧げ、作り主の怒りを買ったからである。お前たちは育て主である永遠の神を忘れ、養ってくれたエルサレムを悲しませた。神の怒りがお前たちに下るのを見て、エルサレムは言った。シオンの近くに住む人々よ、聞いてください。神は私に大きな悲しみを下されたのです。私は息子や娘たちが囚われていくのを見ましたが、それは永遠なるものが彼らにもたらされたものです。私は彼らを喜びのうちに養ったのに、嘆きと悲しみのうちに送り出しました。もう誰も私を喜びたたえないように、やもめとなり多くの人に見捨てられたのですから。私は我が子の罪のため孤独になりました。彼らは神の律法から外れ、こらよ、勇気を出し、神に向かって叫びなさい。あなたたちを連れ去った方は、あなたたちを覚えておられます。あなたたちは、かつて神からの離反を企みました。改心して、今度は十倍の熱心さで神を求めなさい。あなたたちに災いをもたらされた方が、あなたたちを救い、永遠の喜びを与えてくださいます。神の御言葉、神に感謝。主である父は称えられますように。あなたは神の国のことを小さい人々に表してくださった。ハレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に、また あなたと共に、ルカによる福音、主に栄光。時、72人は喜んで帰ってきて、こう言った。主よ、お名前を使うと、悪霊さえも私たちに屈服します。イエスは言われた。私は、サタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に、打ち勝つ権威を私はあなた方に授けた。だからあなた方に害を加えるものは
何一つない。しかし、あくれがあなた方に服従するからといって、ゆるくにはならない。むしろ、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。その時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ。これは御心にかなうことでした。すべてのことは、父から私に任せられています。父のほかに、子が、どういうものであるかを知るものはなく、父が、どういう方であるかを知るものは、子と子が、示そうと思うもののほかには、誰もいません。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて、彼らだけに言われた。あなた方の見ているものを見る目は幸いだ。言っておくが、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たかったが、見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが、聞けなかったのである。主の御言葉、クリストに賛美。昨日10月7日、ロサレの聖母取り付きによって、私たちの救い主を、私たちは、この母マリア、ロサレを通して、この信仰を深めることができますように、このミサを捧げますように。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のためにあなたの手を通してお捧げする生贄を神が受け入れてくださいますように。聖なる父よ、この供え物とともに私たちを受け入れ、御心にかなうものとしてください。御子イエスの神秘を心を込めて記念し、約束された救いに預かることができますように。私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、
Sambito kansyo sasagimasyo, sore wa to i taisetsu na stomines. Se narutsitsiyo, zen no eien no kami, Seibu Maria no shiogai o toste simisareta, anata no megumi o tatae kansyo sasagimasu. Kami no otsuge o sinji, mikotoba o ukeireta otome Maria wa, Sukui no si no haha tonari, Shuzika no moto de イエスの最後の言葉を受け、キリストによって新しく生まれるすべての人の母となりました。また、約束された聖霊を待つ間、人たちと共に祈り、祈る教会の姿を示しました。天の栄光に挙げられたマリアは、旅する教会を母の愛をもって見守り、神の国の完成の日まで私たちを導かれます。あなたを称えるすべての天使聖人と共に、私たちも賛美の歌を捧げます。誠に聖なる神、すべての聖聖の源である父よ。今、聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエスキリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて、弟子に与えて、仰せになりました。皆これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される。私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて、仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よ、あなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、見舞いであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす、教皇フランシスコ、私たちの司教トマサクイナスマイナマンヨと、ウサスキヨパウロサカイトシヒロ、すべての奉仕者と共に、あなたの民を誠の愛に満たしてください。また、復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟、姉妹と、あなたの慈しみのうちに、亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今、ここに集う私たちを憐れみ、神の母、乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。
御子イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は、世々に至るまで。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエスキリストがおられるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたも、あなたのもの。主イエスキリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残し、私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、いよいよとこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。罪を取り除く神の子羊、神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。奇跡にこも
じ。祈りますよ。恵み豊かな父よ、尊い遺跡を受けて、御子イエスの死と復活を告げ知らせる私たちが、死と苦しみを共にすることによって、その喜びと栄光にも預かることができますように、私たちの主イエスキリストによって、アーメン。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、子体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。皆さん一人一人、この御座に共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が、皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の祭を終わります。行きますよ、主の日のうちに。神に感謝。懐かしい。